それね。札幌高級ドアノブカバー。小木さん、八木さん、小本さん、スタッフの皆さん、こんばんは。友達が好きな子の誕生日に自信満々で、室内用プラネタリウムをプレゼントしてました。すんげえダセーなと思いました。うん。どう？でも結構もらったらもらったらちょっとやってみたくなるから一瞬嬉しいんじゃないの？そうですね。何回かはやれそうな気がしますね。なんか前のさ、実家のさ、矢作の部屋って、プラネタリウムだってなかったっけ、うん、なんか今急に今思い出した。やめてた、なんかやってた、天井に、天井になんかね、星の中、夜行のやつ。本当にいるんだ。やってた。本当にいるんだ。暗くしてさ、見せんの。俺とか行くと。見られた見られたやってたやってた見られたそれで意外に悪くないじゃんって言ったんですかね。うん。じゃあ、小木さんやろうな。北斗七星作ってたの知らないだろ。いや、あったよ。北斗七星あったよ。あ、いたいた。いたいたいた。いたんだよ。あれね、あれ、あれなんか流行ったんだよな。あれ最近もう売ってないでしょ。あ、ないんですか？見ないよ。ないよ、あれ。あれ、また売った方がいいって。あれ、また売った方がいいよ、よく考えたら。最近の若い子知らないじゃん。知らないね。だから、あれ、もう一回売ったらまた流行るって。あれ、どういう風に売ってるの？確か俺、中学生ぐらいの時に確かやっぱ買ってんで、それがずっとつきっぱなしなの。高校まで。だから、あの、取らねえから。あれ、そういうのが売ってんだ。売ってんの。シールみたいな。そう。星の形したシールが。ほんで天井に貼ると。なんで貼ろうとしたのって。え？なんで貼ろうと思ったの？だってお前、夜綺麗だろ？で、綺麗なんだから電気消したら、あれね、本当に経験してほしいな、みんなに。すっごい光るの。そう、すんごい光ってるんだよ、ね、あれ。すごい光るの。そう、見せてくれたもん、わざわざ。あれ今言われたい、ちょっと恥ずかしかったけど、よく考えたら、あれ、寝室に、ちょっとまた売ってたら貼りたいかもしんないね。ああ、今でも。うん。ああ。そんないいんだ。いい。あれ、いいよ。確かに、女の子連れてきたらいい、喜ぶかもしんない。ねえ。喜ぶかな。あれ、今の人知らないから。わかんないけど。今だって、今、俺思った。新鮮だってもう今。新鮮だよね、今。逆に。逆に。天井に貼ってあんだよ、夜行の。ああ、昔あったよね、うん、つって思うけど。いやいや。いやいやいやでもな、女の子の名前のなっての星があれ見てごらんなせなせいやいや、なんか俺ちょっとやりたくなってきたあれいいな、あれいいよ、娘のにやろっかな、あ、ちっちゃい子は、娘の部屋に、ちっちゃい子は喜ぶかもしれない、娘の部屋ほんとつけといてあげたら喜ぶよ。いやいや、高校だったもんね、あれ。あれ高校生俺に見せてくれんだから。いや、絶対いいんだって、プラネタリウムみたいなの。うん、だから、ちょっといい、いや、いいね、つってなんだね、今ね。いい、いいかも、みたいな。あと、好きなんだな、星が。うん、実はね。サンシャイン60、ね、プラネタリウムがあるんだけど。ああ、よく言って。うん、俺しょっちゅう言ってたから。言ってたんだよな。大好きじゃん、星。そうだ、しょっちゅう言ってたな。そう。うん。俺も一回連れて行かされた。何やで、もう10回以上多分行ってんのに。仲間にしたいんだ。星好きの仲間にしたいんだ。プラネタリウム楽しい。いや、でもプラネタリウムってやっぱ最近行ってないけど、すげえいいんだよね。楽しいよ。俺わかんないで、俺、ハギとしか行ったことないもん、あ、そう。俺、自分で行こうなんて思ったことないよ、あれを。いや、俺多分サンシャイン。違う場所でも行ったんだ、俺、ハギに。サンシャイン以外も。どっかでね、これ、言われたんだよ。地方、どっか旅行とか考えてみる。プラネタリウムあるぜって。みんなで5、6人で行ったんだよ。どうしても好きな年だったんですね。そうしようね。いやプラネタリウム。何がいいんですか？何がいいんだ、何がいいのあれ、プラネタリウム。いやだってさ、椅子がこう、まあね、リクライニングになってるじゃん。でも天井見れるようになってるでしょ、うんうん、もうさ、そこで上を見るなんてちょっと考えられる。映画は当たり前だよね、まあ、前のスクリーンを見るって、ね、こうやって寝っ転がって、最近さ、寝っ転がりながらパソコン打つとか、そういう。グッズがあるね、なんかね。グッズがあったりするの知ってる？だからみんな寝ながらなんかするのとか好きなのよ。
で、寝てパッてやったら、そこで、すごいいいストーリーの、あの、星の話が始まるわけ。これ最高だよね。確かにね、うん、ストーリーあるね。星の名前がついて、なんかそういう、そう。ね、神話的なのがあるよね。うん、で、ちょうど今、時間も、なんか20分ぐらい、うん、あ、そんなもんなんですか。そうそう。どのぐらいだったかな。多分2、30分で終わると思う。うん、時間もちょうどいいし、で、本当に言ってほしいんだけど、すごい綺麗。ものすごい綺麗。星の移り変わりが。うん、いや、いや、本当に。俺多分ね、池袋サンシャインのプラネタリウムね、50回行ってっから。いや、すごい行ってた、確かに。うん、その話を聞いてたわ。うん。うん、あと、矢作が行くのは、あの、なんとかアート、なんだっけ。トリックアート。なんかそのイメージあんだよ。一回俺釣り替えんなよ、どっかの田舎の。トリックアートあるぜーって。5、6人になんか釣り替えな、なんかあるなー。トリックアートね。トリックアートの前で写真撮るのが好きやね。トリックアート好きなんだよな。あ、恥ずかしいな。プラネタリウムとトリックアート好きなの。結構純粋ですね。純粋だよ。純粋。そうね。意外とね。純粋だよ。意外とね。やっぱ純粋な自分っていうのはこう、恥ずかしくて、ちょっとやっぱ汚れた自分を演じてるとこがあるよね。俺はもっとなんか汚れてんだぜ。そうだよ。ロック見組んだのは素質あるかもしれないですね。実はあったよ。あるんだろうね。それは。結構ね。うん。